マージャンの役一覧では、日本の標準的なルールにおいて採用される、マージャンの役を一覧する。役という概念については役を参照のこと。個々の役の詳細は、リンク先を参照。標準的なルールで採用される役は、以下の通りである。一半役から役満まで、判別に一覧する。役満は、役満以外のどの役とも複合しない。 ダブル役マンとする場合のある役に関しては、稀に、ダブル役マンではなく大役マンと扱う場合もある。大役マンは、役マンの1.5倍の得点で、6倍満に相当する。上記の役のほか、地方ルールや子役、中国麻雀、台湾麻雀に由来する役など、日本の標準的なルールでは認められていない役が存在する。以下に挙げる4つは、 一定数のユーザーを獲得しているオンラインマージャンで採用されており代表的なローカル役と言える。その他のローカル役、すなわち現在はどこのルールでもほとんど採用されないローカル役については別項目マージャンのローカル役を参照のこと。複数の役の条件を同時に満たすことを役の複合といい複合した役の半数はすべて加算される。詳細は マージャンの役の複合を参照。上がり門前でこの形を上がった場合、まず段九平和、三色同順が同時に成立している。つも数量の場合はさらに、門前清志つも和がつき、律字化をかけていればこれも加わる。他に一発や各種ドラが乗った場合、それらもすべて加算され、かなりの高得点の上がりとなる。この手のように、 弾球と平和をベースにリーチを目指す手作りは難易度がそれほど高くないにもかかわらず高得点につながることからマージャンの中心戦略とされている。上のパイソ型のように三色同順まで複合させることができれば上出来と言える。ありがとうございます。